はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあ、今回のイベントは、はい、まさかのファイナルファンタジーレコードキーパーイベント追加、ね、もう終わりだと思っていたんだけれども、召喚獣襲来イベント、各ボスの魔石が登場ということで、イフリートとオーディンとバハムートの連戦、まあおそらくこれ後半戦も来るなって思ってるんだけど、まあ、シバとリバイアさんとアレクサンダーがおそらく来るだろうとは思うんだけど、はい、とりあえずね、というわけで今回はこの、3人です。まあ、クエストチェックしたらわかるんだけど、まず今回はオンとオフでクリア状況が別です。なんでもオンの方では全員倒してきました。でオフの方は、伝説級まで進めておきました。そしてご覧の通りイフリートの魔石、オーディンの魔石、バハムートの魔石、ね、幻獣神の魔石だね、が各一つずつもらえます。そして伝説級ではまあ大防具素材なんでね、大して別にいらないと言ったらいらないんだけど、まあ倒したいよねということで、まあ紋章は前半のイベントである程度揃ってると思うんでね、まあ出るけどあんまりいらないかな。まあこの弟子の帽子とか装備揃ってない人はここで稼ぎましょうということで、まあ、いきなり伝説級に挑戦しますが、はい、とりあえず装備チェック、当然3人のボスと同時に戦うので体勢がいろいろ大変、でも初めの2人はそこまで強くないんで、まあ、最終的にはバハムートに耐えれるようにすればいいかなと、ということで今回はこんな感じです。まあ正直特別、整えてるわけじゃない。ちょっと問題なのは2人目のオーディンで斬鉄剣やグラビで食らってヒットポイント減ったままバハムート行って殺されちゃうのがちょっと怖いかなと、マルチで行くとね、みんなあのオーディンをさっさと倒すのか、それとも、斬鉄剣を受けるのか、ね、やっぱその辺だよね。4人全員の意思が疎通取れてないとちょっと危ないところがあるっていうね。はい、まあこんな感じの装備です。黄金竜のハンマーの覚醒です。そして1人はスーパースターで行こうと。3人分の体勢はやっぱりね、揃えるのちょっと大変なんで、スパパラで守るのがやっぱ楽なんだよね。ということで割と適当です。ちなみに紋章は完全に適当です。はい、まあね、タタウタとベホマラあれはどうにでもなるよっていう話で、サンド君も黄金竜のハンマーです。1本足りないんで貫突できてないんだけど、もうこの時点で祈りが追加されてるんでね、もう貫突プラス B が残ってるみたいなもんなんで特に問題はないです。なんでストンプをちょっともう一本抜いときました。はい、装備は完全耐性装備です。まあパラディンなんで、まあ黄金竜の鎧上がないんでね、結局これだけ攻撃特技やっても戦闘には参加できないんだけど、でまあ魔石とかももう取っちゃってる魔石使ってるんで、まあドルマ、休み、炎あたりがあればいいかなという感じです。さあそれじゃあ行きましょう。FF レコードキーパーコラボね、あんまり火がないんでとっとと済ませてしまいましょう。一応魔王鍵とか落ちるみたいなんで、まああんまり魔王鍵が足りなかったなっていう人は、周回しましょう。さあ正直のところどんなのでも余裕ね、言ったけど強くなかった正直。バックラって正直防御すらしないからね。まあ正直どんなのでも楽勝かなっていうのはある。そうだね、それじゃあもう誰でもいいんだけど、とりあえずノーデスをこなしたいからね、できれば死なない人がいいんだよね。脳筋の人連れていくと楽しいんだけどね、死んじゃうとね、もういっぺん戦い直しになっちゃうのがめんどくさいよね。さあ、ね、みんなフレンドが神様装備にしてくれてるありがたさ。お、ちょうどいいかな。
はい、ということでね、今回はチュンバさんにお手伝い願いましょうと。まあ黄金竜の鎧下のね呪文耐性強が一つぐらいあれば十分だと思うんで、さあそれじゃあ行きましょうと。まあアイテムもね割とどうでもいいんで、普通にね特約装、まあソロだからアモール持っていく必要もないんで、まあなんかかかっちゃった時のために超万能薬持っていこうか。まあ特約装9個負けるからね、もうこの時点で何の問題もないんだよね。そして食べ物は、ソロなんで、1つしか持っていけません。正直休みになるとめんどくさいんで休み耐性、まあまあマルチで行くときはドルマ耐性とかね取っとく方が安定すると思います。さあそれじゃあ行きましょう。バハムトたちを倒せ、ね、おそらく次リヴァイアさんたちを倒せっていう後半戦が来ると。その後のアルテマウェポンと倒すの路線は来ないかな。の道行きがあると加速して戦えるって楽。さあ大してダメじゃないね。まああんまり良く効かないんで、まあ見ての通り生出しすると360希望の方が強いね。でバックドラフトのダメージが、はい、100、ね、耐性積んでないとこれなりだね。もうねミラクルボールの効果が上がって26固定になったからね、もう大楽になったね。さあとっとと、オンステージ行きたいけど、まあ今ステージで。で、祈り使って。さあ、じゃあ、倒しちゃおうか。はい、まあここでメラ耐性がそんなにいらないんですけど、ケバブとか、まあ 75% を打ったら一発かましとる。てな感じでイフリートはそんなにまだ強くないです。無耐性だとそれなりに痛いかな。まあベホマラーとか入れちゃってもいいって気はする。さあここでオーディン、まあ、今回は斬鉄剣を受けるパターンでいこうと。開始と同時にね祈り使って火力出しまくるのが一つの、まあ、今回は受ける予定なんで、ちゃんとバフかけながら、ね、まあいらないけどね。なかったら大丈夫だから防御するで、これで断絶剣を受けてと。はい、これで結構ね全力でやるとね耐えれるんで、断絶剣前に倒しきれたらさすがに2人分の断絶剣受けるとダメージが。さあここから一気に大ダメージをもらえる。こいつはいいよ、大丈夫。闘神、ミラクル、進撃、進撃、結構適当に打ってるんでね、どこまでダメージ出るかよく分かんないけど、これはちょうど死なない中途半端な勝ちか。まあ大丈夫だ。そしてバハムートはね開始にメガフレアしてくるんで、もしヤバい人がいたらこいつ倒す瞬間にアイテムを投げてあげましょう。今耐性どれだけついてたかな。縦がスピーダーだから呪文軽減中1個ぐらいか。さあどれぐらい食らうか。まあ、こういう時にルビスの、ね、カブトを打ったら回復できるんで楽。グラビテとか植えた瞬間に倒しちゃっても安定ですね。まあ135そんな大したことないんで、今出で
げ、モンステ準備完了です。威力もこんなもんなんでね。威力見せるためにわざとこんな感じにしてるけど、実際はもうとっとと希望希望ってぶち込んでいった。はい、ダメージ出るね。でロングランド回復、まあこれすらもいらないレベルだな。ここ祈りはあえて回心を出すために使うだけであって、あんまり使う見込みは正直ないかな。見上げだから気にせずにトン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 入ってた。なんか下がったな。でピオリムあえて荒波とか使ってみよう。使う意味はないよ。はい、もうダメージもたかが知れてるね。じゃあとりあえず一発、さどれだけダメージが出るか。進撃、なかなかのダメージ。これルビ装備だったらね、小玉するでもう2000ぐらいに耐えるゲージ1本丸々止まる。はい、見事なまでに全員にばらけてくれたが大したダメージじゃないです。まあ、意味で、この後メガフレアぶち込まれるんで、それが怖かったので防御すべきなんだけど、まあ、あえて防御しますか。どれぐらいダメージ食らうのか、そのためにも多分ね、生受けでもないんだよ。まああえて食らってみよう。はい、メガフレア食らうダメージが、まあ、これを呪文の効果で無効にしてますけど、もうたかが知れてるね。これくらいしか食らわないんで、たたうたかけ直しとこうか。というわけで今回はかなり簡単ですので、さあ次でゲージ、さあ終わるかな。さすがに無理かな。サルトレイ一応ね、見たら分かるんだけどね、スキルフィニッシュが。さあもうダメだ、待った方がいい。さあ準備完了。さすがにあと3発も叩けば終わるかな。ということで終了です。まあ大して強くないんで、オフの方もしっかりとミッションこなして相手を戦いましょう。まあ、一応ね、魔王鍵出るみたいなんで、欲しい人は集めに行きましょう。と言ってもね、カオスとかアルテマ超強いんで、ギリギリ倒せるぐらいの人がね、周回するのはしんどいかもしれないね。はい、クリアで、パーフェクト。まあ、特に魔王鍵に興味がないんであれば、普通に一通りクリアして完了かな。金色のねチェックマークついてクリアもつきました。でそしてマルチの方がよっと、まあ、報酬ね、ジェムと武器素材とモモミアトレイね、まあ、奇跡が全部ジェムになってるんで、まあ、こっちもしっかりとクリアして、もらえるものはもらっておきましょう。で、手に入った3つの奇跡たち、これがね結構使えるんで、確実にオフラインのね、超級まではクリアしましょう。まずイフリート、ね、メラ弱にブレス弱、うん、すごい使いやすい。もうこれは普通にいいね、使いやすいね。メラを弱くしつつブレスも 10% カットで、さらに攻撃力も増えるっていうね、かなりいい装備。まあ、節約したくてもスキル強化玉の500一個ずつぐらいは使いましょう。そしてオーディン、ドルマ、ジャックなどはいいけどね、 CT 減少ガードはなんだかんだでルビス盾があってね、使わない人が多いんで、
まあまあドルマ、耐性と攻撃力も上がるんで、まあ、ドルマ耐性の選択肢の一つにどうぞ、そして、バハムートじゃなくて幻獣神の魔石、バハムートの魔石はねそれはそれで別にあるんで、まあ、比べたらわかるんだけどね、まあ見たらわかる通りドルマ弱と休み弱なんでこれかなり使える。オージンもねドルマなんだよね、まあ、正直こっち使った方がいいね、攻撃力も8増えるしということなんでね、ぜひともこれはゲットしておきましょう。でまあ守備力順にすると確かバハムートが隣に来るんだ、来なかった、ちなみに、バハムートさんの魔石はこんな感じで、これもドルマ攻撃力8で守備力ダウン弱なんでね、まあ、この辺ほぼ同じような性能なんで、まあ、ドルマと何をしてくるかで使い分けするのがいいと思います。はい、ということで、ね、今回は、イフリートとオーディンとバハムートでした、まあ、おそらくね後半戦あると思うんでね、次は後半戦のイベントでお会いしましょう。それでは、今回はこれで終了します。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。